藤岡藤巻。大晦日とか新年とか一人ぼっち寂しかったでしょ。いや、それがね、ぼっちじゃなくて、次女と一緒にちょっと旅行してました。最後の旅行。もう毎年で最後になっちゃうかもしれないからっていうんでね。そうですよ。君は 何してたんですか。うちはね、割とちゃんと大晦日からそばを僕が作って、妻と娘が食べて。そうです、そうです。お雑煮は、赤目さんと娘が作るんですよ。なんでかっていうと、俺は親父が広島だったせいか、味噌なんですよ。お雑煮はね。煮溶けたようなお餅が好きなんですよ。ところが、赤目さんはもう東京の人なんで、おすましに焼いた餅を入れるっていう。そういうね。焦げがついたお餅を入れる。どっちの主張が強いかって言ったら、赤目さんじゃなくて。すいません。君が普通で言うとおすましの雑煮を作るパターンじゃないの？作らされるパターン。味がお気に入らないみたいなもんで、うん、して俺は残ったおつゆを次の日に味噌をちょっと出して、一人でドロドロのお餅を入れて2回食うよ。そうなりますよ。味変して、味変して。でもそばはね、天ぷら揚げたりして。そう、昔はそば打ったこともありません、あれやめてほしいよ、皆さん。よくさ、じじいがさ、定年退職すると、そば打ちに走るじゃない。ああいう本格的な人はいいんだけど、一回だけやってみようとも思って作るじゃん。まずいぞ。そう。何が違うんだ。細く切れないし、それも最初のそば打ちのモチベーションで、そば粉 100% とか、10割そば。で、10割そばは無理だから、ニッパチそばって知ってる、2割小麦粉入れろって言うんだけど、冗談じゃないよ、男の料理が10割だいって言ってやったらね、切るたびに全部ボロボロに切れてくる、男でくる。そのつなぎっていうもんね、2割。そうですよ。だから結局それを茹でると、おかゆみたいなことになる。だからね、ドロドロになっちゃうんだ。